戦後70年ということをターゲットにして、我々なじのその、歴史認識をこうどう作っていくのかという問題意識で、夏までをめどに一つのテーマ、統一テーマとして取り組もうということで、やってきておりますけれども、一方で、今日こういう形で、ミニシンポジウムをやらせていただくのは、片やで、今いろいろこう政治の場で議論されているようなこと、あるいはそのイスラム国の問題なんかもありまして、やはりそれはその歴史を、特にその戦争の歴史、そして戦後の歴史を語るときに、戦争というのは、実は私ども直接体験してないわけで、そういうその戦争の記憶というものをどう、向き合っていくのかというときに、向き合うべきものが実は私たちの世代にはないわけですね。でそこをどう補っていこうかということもあって、それでは人ということで、一つ今回は今の目線で、あえて今の目線で、その戦場あるいは戦争というものにどうそれを見ていけるのかという観点で見てみようという、そういう、なんて言うんでしょうか、過去の問題をそのままこう扱うだけでなくて、今の目から見て何が、で所詮その日本の国としての記憶というのは、それとして、あるんだと思うんですけれども、一方でその私たちが歴史認識の問題を考えていくときに、やはり個人として一人の人間としてどうそれを捉えていくのかという視点もぜひ必要なんだろうなと。ただこれは、前回の石津智之さんの話のように、国同士だって歴史認識っていうのは一致するものではないんだという、そうするとその多分個人の中でも一致するものではない、しかしながら共通の切り口というのは、できるだけ共有していきたいなという、今日のお話の中でどのようなものを、皆さんのお持ちになるかも、それはもうご自由でございますが、そういう意味でちょっとその過去のものを過去のものとして取り扱うだけでなくて、平たく言えば今ここで戦争というものがあったらという視点も一つ取りまして、それに我々自身がどう向き合っていくのかなという、そんな問題意識を持って、若干ですから一貫した流れとはちょっと違う角度で見るということで、特別のミニシンポジウムという形で開催させていただくことにいたしました。で今日はまず基調講演といたしまして、もう日本の軍事史学会を長年リードしてこられた伊藤隆先生に基調講演をお引き受けいただきまして、大変感謝しておりますが、伊藤先生からは、その個人のメンタルというよりはまさに歴史認識そのものに関する全体像をお示しいただけるのではないかと思っておりますが、そういう基本的な部分のお話を伺って、その後いつも、おじさんばっかりがスピーカーになっておりますが、ちょっとその特に経路を変えた目線で見ていただくということで、今日は2人の女性のプレゼンターにも加わっていただいて、議論していきたいと思っております。